チャプター1エイジウルフ・オブ・ナインス・アベニュー。クラッカー・ファングこと長澄エイジはクライアントである AE 社 DDL の龍泉寺教授を訪れた。そこで最新型デジモンドックデジモンリンカーとともに一体のデジモンを受け取る。駅前の店で牛丼肉盛り温玉付きをテイクアウトすると、エイジは久々に気分よく家路に着いた。仏具のリンを鳴らす。一人暮らしの極狭ワンルームロフト付きに家具調の仏壇、ろうそくは LED だ。火事になるから普段線香はあげない。はい、ただいま。父ちゃん、母ちゃん、じいちゃんもばあちゃんも、ついでに犬も。繰り出しの位牌には家族の札が一緒に入っている。なぜか昔飼っていた犬の分もある。手を合わせるとエイジは座卓で一人夕食をとった。腕のデジモンリンカーを見る。見たことないデジモンだよな、お前。ルガモン。カラー画面では犬っぽいデジモンが丸くなっていた。このデジモンを育成してほしい。龍泉寺からの依頼は至ってシンプルだった。グリムを除けばデジタマ育成の仕事はすぐ目につく。ペットで言うならブリーダー。一種の学習型 AI プログラムであるデジモンの成長は、誕生からの行動パターンが大きく関係するという。であれば、デジモンを扱う専門家のクラッカーがブリーダーを兼ねることもあるわけだ。私の研究に関心があるなら、ルガモンとの出会いは君にとって非常に興味深いものになるはずだ。あの龍泉寺教授にそこまで期待されたら、やるしかないでしょう。人生でこんなに興奮したことはなかった。とにかく、あの人についていけば間違いない。とはいえ、エイジは、デジモンの育成経験はあまりなかった。ティラノモンが3頭いるけど、やっていることはツールの調整、チューニングだしな。それも育成といえばそうだけど。座卓に手持ちのデジモンドックを並べる。モノクロ液晶画面にドット絵のティラノモンが映っていた。格納しているのは手のひらに収まるサイズのドックだ。このタイプはスペックとしては旧式だが、設計図が出回っていてパーツが比較的手に入りやすく自作しやすい。グリムのクラッカー向けショップでは専用筐体、完成品が取引されていた。エイジもいくつか所有している。納品用のドックは教授がメモリ領域が壊れてるとか言ってたっけ。パーツ交換だな。まあデジモンリンカーがあるから急がなくていいか。腕に巻いた新品のデジモンリンカーを見て、エイジは思い出したようににんまりした。このルガモンは、エイジにとって、まるで幸運の使者だ。大切にしないと、そう思えてくる。にしても、シャワーの時も24時間デジモンリンカーをつけたままにしろって、どういうことだろう。完全防水。抗菌仕様なので、問題はないようだが。エイジが新しいガジェットの操作を覚える 2,3 日の間にもルガモンは成長した。デジモンリンカーでエイジの鼓動を感じながらすくすく育つデジモン。なんだか胸に抱いて育てた我が子って感じ。エイジは腕時計の中のデジモンを愛おしく見守った。デジモンの成長、進化は体系づけられている。デジタマから孵化すると
まず幼年期のステージに進む。これはデジモンの赤ちゃんだ。まだ学習できておらず、すぐにはツールとして有用に使えるわけではない。普通はこの幼年期の段階からデジモンの育成が始まるのだが、ルガモンはすでに次のステージである成長期だ。エイジはグリムでブリーダー向けの質問を飛ばした。もちろん龍泉寺からの仕事のこと、ルガモンのことは言わずに、一般的な犬っぽいデジモンの育成法について。そもそもルガモンのことはグリムを検索してもまるでヒットしなかったのだ。 AI 学習用プログラム、トレーニングプログラム、いろいろあるんだな。ちょっとめんどくさいかも。今になってエイジは後悔しかける。ペットを飼うとかいつ以来だ。ガキの頃飼ってた犬が死んで以来か。デジタルワールドのありさま、デジモンのありさまをこの目で直に見ること、仮想モニターと観測データではない、人間の五感で直接デジタルワールドを捉えること。龍泉寺はそんなすごい研究をしている先生だ。そんなことができるなら見てみたいな。俺も龍泉寺教授が見ている世界を。デジモンが生きてる世界か。ルガモン、お前を育てれば完全体や究極体まで進化すれば何かが変わるのかな。リアルワールドとデジタルワールドの区引きを超える。龍泉寺が言っていたように、そんな超一流のクラッカーになることができたら。通知が飛んだ。スマホを手に取る。グリムでの質問について返事が来たようだ。ファング、デジモンの育成デビューおめでとう。成長期から育成するなら他のデジモンと一緒に多頭飼いがおすすめ。2頭以上でいれば勝手に遊んでどんどん学習してくれるからね。なるほど、デジモンの多頭飼いか。さすが集合地。エイジは早速ティラノモンのドックとデジモンリンカーを接続した。最新型デジモンリンカーには十分すぎるほどの容量と処理能力があった。ルガモンをティラノモンたちと一緒にしておけばいいだろう。でもエイジはうっかりその回答の続きを読んでいなかった。デジモンによっては犬と同じで群れの順位付けにこだわるから、しつけは最初が肝心だよ。そうして数日後、大変なことになってしまった。